お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ。さつまニュース放送直後のオアスタッフネルアフタートークでーす。まずはアイリーさん、はい、さつまニュースご卒業おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。卒業です。イエーイ。今日卒業式をさせていただきました。はい、どうでしたか。カミカミ臭は今お腹鳴りました。椅子です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 。カミカミ臭、なんか苦しいが苦手なんだなって、ね、なんか、ね、自分の学びに、ね、ピックアップしたの2つだったんですけど、実は他にもあと2つぐらい、4回ぐらいも読めてないんですよ。そうですよね。僕がニュース担当するなってから結構農産物増えましたよね。確かに確かに、うん、結構商業と農業が増えたんで読みづらいのが多くなったんじゃないかなと思います。ああ。あ、なかったですが、そんなことないですか。あれ、うん、でも黒牛が、ずっと言ってる黒牛が苦手だな、はい、もう間違いないですね。そうですね、もう、うん、え、なんか違うんですよ、はい、なんか、はい、その、人にもよる、作る人にもよるんですけど、はい、こう、漢字がバーって並んでると分かんないんですよ。あー、混乱しちゃう。そう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 、どこで切るのかが分かんなくて読みづらいですもんね。そう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 、うん、特にひらがな、そうですね、ひらがなとか、はい、そうそう、おとか言ってくれたら嬉しい。お、何々、ひらがなって、そうそうそう、何々のとか、なんか言葉つなげてほしいんですよ。そう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 、なんかガッてせずに、はい、漢字が連続だとちょっと、連続だとちょっとテンパっちゃう、みたいな。いやでも本当に半年間ですね、僕たちは。そうですね。こちらこそありがとうございます。東京での目標とかありますか。東京での目標は、うん、いろんなバイトを経験することが一つ目。はい、なんか鹿児島より絶対東京っていっぱい職業あるから、そうですね、なんかもう生きてるうちに私全部何でも経験していきたいので。おー、すごい向上心ですね。だからもう3週間でバイト辞める勢いで、それはちょっとそう、すごい雇用者が大変なんだけど、一方いろんなことやりたい。そうそう、いろんなことやりたいなっていうのが1個目と、うん、はい、あとやっぱ声優になりたいって。そうですね。って、まあ、でも声優になるっていうだけなら簡単なので、はい、ちゃんとテレビのクレジットに名前が載るように。おー、ちゃんと目標が。そうですね。いや絶対見ますよ。ありがとうございます、うん、絶対見ますね、だってさ、テレビで見てて最後に、クレジット出てきてめっちゃかっこいいもんね。確かに、うん、で僕たちもこの業界目指してて、最後にプロデューサーとかディレクターって名前が入るのが、脇尾、脇尾じゃないけど、脇尾では入らないもう芸人になっちゃってる、うん、でそのクレジットののが僕たちも、まあ、ある種夢ですから、うん、一緒ですよね。そうね、夢だね。確かに一緒ですね、夢はね。目指す職種は違っても業界は一緒ですもんね。確かに確かに、うん、そうですね。一緒のクレジットに乗れるように。おお、やっぱ声優さんもね、表出てきてますから。そうですね、顔出しの声優さん多いですよね。結構バラエティ番組とか、あ、そうですね、出てると思うので、ね、一緒のクレジットに乗れるように頑張ります。いや本当にそれ僕たち目標にしたいですね、うん、イエーイ。オアスタジオのなんか思い出、なんか今日あんまり思い出系の話なかったですもんね。あ、確かに。あ、少なかった。なんか思い出ありますか。まあ、僕たち来る前もあると思うんですけど、もちろん、うん、え、でもやっぱ、はい、今日話したのが一番心に残ってるんですけど、はい、なんかゲストだと思って行ったら、うん、バヤハシ見たら新 MC アイビーって書いてあって、おー、はいはいはい、えみたいな、新 MC みたいな、レギュラーみたいな、聞かされてなかったんですね。聞かされてないです。気づいたらもうレギュラーメンバー。そう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 、えー、でなんかそれも私が気づいたんじゃなくて、こう同じ学校に通ってる子に今日はこの仕事やりますみたいな、なんか連絡したんですよ。たら、え、待ってみたいな、新 MC って書いてるけど新 MC なのみたいな、え、自分で気づかずに友達に言われてから、友達に言われて、え、本当だみたいな、なりました。そんな経緯だったんだ、ね、ハプニングから始まる、まあ、これ薩摩ニュースのもうまあ、ド定番ですね。そう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 、まあでもそっから1年間ですもんね。そうですね、1年長かったですか。いやでもあっという間、あっという間、電話、なんかスタジオの移動も私体験して、そうですね、もともと天文館に、天文館付近に1個スタジオがあって、そこから私が入って急に片付けが始まって、はい、急にっていうか入って、はい、入ってちょっとしばすぐ何回か行った後に、あれみたいな、片付け入ってみたいな、
でも、はいはい、当時あれですもんね、聞いた話だと片付けしないといけないわけですもんね。ああ、うん、そうスタジオのあれで、そうそうそう、今そう思うと楽ですもんね、比較的。そうね、機材片付けたらスタジオそのまま残せるから。確かに確かに、うん、もう椅子とかラグとかもう配置を全部ね戻さないといけなかったから、うん、大変だ。でなんか逆にあったものを持ってきたりとかしないといけない、はい、ああ、うん、セッティングもスタート全部戻して戻すみたいな。大変だそれは。それも見て、はい、でもやっぱ今の1年生もね頑張ってるよね。ありがとうございます。まあちょっとまだまだミスが多いんで、ね、ミスが多い。僕らも本当に1年後というかもう半年後には新しい1年生にお手本になれるようにやっていかないといけない。そうね、うん、確かにね、頑張らないと。もしかしたらもう4月入ったらすぐ来るかもしれないですよ、1年生。そうですね、期待校はどんどんもしかしたら見に来るかもしれない。そう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 、それやっぱね、先輩方に関していかないと。確認だね確認だね、うん、リストアップしようちゃんとね、やばい。頑張りました。僕たちも頑張る。頑張ろう、はい。見てくださいね、ちゃんと。あ、はい。はい。怪しい。怪しい。そう。バイト詰めでね。あ、忙しい。いや、やめます、ウエッチと一緒に。はい。ね、はい、ウエッチ先輩と。めっちゃ大好きだ。多分ウエッチさん見てますよ、これ。うん。もっとないですか、なんか。ないです、いや、はい、はい、これだけしっかりカットします。じゃあ、アフタートークがもう薩摩ニュースというかオアスタジオ最後の、多分最後の動画になると思うので、うん、そうですね、視聴者の皆さんにコメントお願いします。はい、うん、1年ちょっとありがとうございました。将来雇ってください、よろしくお願いします。やっぱりそれここでもそれだから、やっぱね、怖いから、うん、大事ですね。怖いから言っちゃうんですね。そう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 、もうほぼニートみたいなもんですから。前も東京行ったらオアスタッフもいるんで。確かに。綺麗な場所ですね。新玉さんとか。はい、栗玉くん、ウエッチ、雇ってください。よろしくお願いします。お願いします。嬉しい、みんな。お願いしてくれる。今日は男3人の中にありがとうございます。ありがとうございました。そうですね。1年間、撮影ニュースお疲れ様でした。ありがとうございました。また遊びに来ます。また。ちょくちょく。遊びに来て、輪郭でもね、ぜひ入れてください。そうですね。ズームとかで、うん、イエーイ、新居です。面白そうです。面白そう。それは。どんな事故があるのか。ということで、また、撮影ニュース、水曜日見てください。見てください。見てください。今日も、ありがとうございました。バイバイ。バイバイ。バイバ